閲覧注意、見たら後悔するトラウマ映画ベスト3、いつでも見返せるようにいいねと保存をお勧めします。第3位、アス。ある一家が夏休みを満喫している。その夜、一家4人にドッペルゲンガーが襲いに来るというお話です。ゲットアウトでおなじみのジョーダンピール作品とあって、貧富の差や移民問題を鋭く描いています。第2位、キャンディーマン。鏡の前でキャンディーマンと誤解となると、キャンディーマンが現れ、鍵爪でされてしまうという都市伝説があります。名前を誤解唱えてしまった主人公の周りで新事件が起こり始める。子供たちが本当にいなくなってしまった事件をモチーフに描かれているとかいないとか。第1位、ブレアウィッチプロジェクト。魔女伝説を題材としたドキュメンタリー映画を撮るために3人の学生は森へと入りました。しかし彼らは不可解な現象に巻き込まれていくというお話です。低予算でここまで人々をトラウマにした、多くの人に見てもらいたい一本です。あなたの知っている見たら後悔するトラウマホラー映画は何ですか？コメント欄で教えてね。